ラッキーセブンは2012年1月16日から3月19日までフジテレビ系の月9枠で放送されたテレビドラマである。主演は松本潤。初回は15分拡大の22時9分まで放送し、最終回は20分拡大の22時14分まで放送された。2013年1月3日にはスペシャルが放送された。それに伴い、 1>, 1月2日3日に連続ドラマが再放送された。東京、北品川の小さな探偵事務所、北品川ラッキー探偵社を舞台とした青春群像劇。探偵事務所の7人のメンバーがチームワークで案件を解決していく姿を描く。主演の松本は2012年1月3日放送のフジテレビ系新春ドラマ、もう誘拐なんてしないに。 本作の時、大野俊太郎役で、友情出演にした。自由人を自称するフリーター、じ大野俊太郎は、ひょんなことから、ラッキー探偵者の似たアキラ、そして、社長の藤崎東子と出会い、新入社員として働くことになり、事件のきっかけとなった神殿と反発しながらも他の、メンバーと事件を重ねるごとに交流を深めていく。ストーリー中盤で、神殿は、 ラッキー探偵者を辞めることになるが、実は、ラッキー探偵者の設立理由は、同志の父、真人の死と関係があり、それは、警察上層部も巻き込んだ大規模な事件であり、神殿の辞職のきっかけとなった偽装浮気事件が、事件解明に関係していたことが、明らかになる。 真人の死をめぐり、東ーとチクシが職を辞してまで追い求めていた鍵となる、手帳の争奪戦の中盤から、辞職後に密かに事件を調査していた神殿を加え、メンバー全員による、事件解明に挑む。第1話、第2話、第3話、第4から5話、第6話、第7話、第8話、第9から10話、スペシャルドラマ放送期間中に、YouTube で配信された、サイドストーリー。 全10回、ラッキー探偵社の向かいにある、四季島コーヒーという喫茶店の店主、四季島隆が、ラッキー探偵社で何が起こっているのかを調べるというストーリー。ほぼ毎回探偵社の血の名が喫茶店にやってきて、四季島と話をする。四季島コーヒーは、ドラマ6話で登場した。四季島隆は、2011年にフジテレビネクストで放送された。 東京コントロールに登場する航空管制官で続編となる東京エアポート東京空港管制保安部では本作に引き続き四季島コーヒー店主として登場しているスタッフドラマに登場する登場人物が見ているドラマ私立探偵、真壁龍が独立して制作された全4話 CS で放送され DVD としてレンタル販売されている ドラマ、私立探偵、真壁龍は、ラッキーセブン内にほぼ毎回登場するが、6話で、俊太郎が、テレビ局で、真壁本人と出会うエピソードが制作された。キャストスタッフこの記事は、以下のカテゴリーでも参照できますし、キシコーヒーバリスタは見たに関するカテゴリー、私立探偵、真壁龍に関するカテゴリー、ありがとうございます。